見て。バカが、俺たちは何も持ってねえよ。俺たちは何も物なんて持ってねえよ、カス。お前ら騙されてんだよ。俺たちは持たざる者だ。一矢報いてやろうとして。俺たち一矢報いぜ。ピンサロナオコからだ、遠いよ。クソガキこの野郎。中国人喜んでる。おいおい、明日には笑えなくなるのによ、こいつらこのバカども。おい見とけよお前。ジュンが泣いてる、もう勘弁してくれて泣いてる。くっそ、根こそぎ持ってきて。あの野郎、くそ、あま、マジでぶっ殺して。ベリーイージーレイル。くっそ、ガキ、この野郎。いや、マジで許さん。かと、あなたの、ファンたちはとても努力して彼らは理性を失ってあなたに従うが何の役にも立たない。それはイエスって書いてこう。今夜日本の騎士を全て破壊します。やべえ、マジで殺したくなってきたこいつら。大事なものは残ってます。やべえ、なんかトサカ、俺ちょ久々トサカに来てるわ。ライブオフにしてもいい、かと臆病者。俺がライブオフにするんじゃねえ。てめえがライブオンにしろ、カス。俺、日本の病夫って言われてるらしい。何、病夫って。俺今に、このラストの中で日本の病夫って言われてんだけどね。どういうこと？またいい名前つけてくれてありがとう。竹島イズコリア。お、いいね。これ政治、お、なんか白黒はっきりつけっか、じゃあ。この戦争で。いいよ、別に。俺が日本代表して、あれしよっか。そういう問題も全部解決しやろうか。ダリーから。そこ、あれしろよ。お前、あれ、ちゃんと日本の海産物もしっかり食えよ。てめえら負けたら。トサカに来たぜ。俺、日本バカにされるのが一番昔っすからね。私たちは空爆を利用していません。私たちは6つのものと、昨日、休止した2つの硫黄室から、1100のロケットを作りました。あなたのためたちは本当に努力しています。功績と言おう、ありがとうございます。やべえ、マジで殺す、マジで。俺、切れた。いや、マジで殺す、マジで。俺、本当にもう、八つ先にする。いや、もう断言する。この、城は、マジで殺す、こいつら。あなたたちは、が理性を失って加藤さんに従うのはおかしいです。彼はあなたたちに何か、黙れ、カス。こんなに治安の悪いゲーム。あれだ、あれだな。俺が入るとやっぱラスト治安悪くなっていいね。いけてて、いけてて、いけてて、いけてて。いけてて。で、俺の本拠地がここだと思ってるから、あいつら、バカだから。そんで、ここに一生レイドさせとくから。誰かさ、中国人の人さ、また、
あいつ大量に胃を溜め込んでるぞって、ここにさ、あれしてくんね、レイドさしてくんね、みんなさ、胃をあったら今のうちに入れて、納品ボックス使って、入れて、胃を。じゃ、ここじゃなくて、納品ボックスに入れて、納品ボックスに。なんでこいつら納品ボックスも使えるんだ。そんなんで中国勝てなきゃねえだろ、おい。いけてます。チャットラックス割れた。いや、でもさ、俺から仕掛けてねえだろ、向こうがガチャ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 言ってきたんじゃねえかよ。まあ、竹島側だこうだとかよ。被害者じゃん、俺。つらっ。他の人にアルバイトするしかないのに、人に母と犬を言うことで、何かよくわかんねえ、バカ、お前。くたばれ。てめえの後で鉛玉くれないから待っとけ、ちょっと。お前のその、な、汚ね口の中に歯磨きしたね、な、ラストばっかりやつで歯磨きして、このまま直撃して言っといて。おめえらの、ラストしかしねえで、歯磨きしたね、汚ね口の中に、純が鉛玉ぶち込んでるからしばらく待っとけ、ちょっと。へい遊びに来たぜ、また今あれだね、世界で一番治安が悪いゲームになってるね。あ、レジーヤちょっと向かってみるか。100人も6人の基地を防御できないなんて勇敢すぎる私のかと。お前ら吠え面かくなよ、お前。おい、明日お前ほんととんでもねえことあっかんだ。絶対俺の命に変えてんの落とすからね。体に四方巻きつけてくからね、俺。ほんとに。一番ひどいのがさ、チャイニーズピーポル、イートバッツってさ。あれか、なんかその、この新型コロナのやつか。そういうの通用すんの、それ。別になんか、そのなんか煽りになってなくない、別に。世界のネットスラング、すべてここに集約されてるな。こいつら別のとこ作業しろや。それができたら中国人にこれ負けてねえって。人数100倍いるのに、昨日から敗戦に次ぐ敗戦なんだよ。理由は、もう、見てください、皆さん。これです。なんだ、お前ら、おい、チャットしてる場合、おい、チャットしてんだったら、胃を集めろ、おい。負けんぞ、おい。言わせとけ、こんな奴らには。最後、全員、縄で捕らえて、俺が首を跳ねていく。ね、ちょっとさ、あれしてて。あの、宣戦布告ってチャット打って、22時に加藤純一は中国の拠点を落としに行きますってチャットしてくんない？震えて待てって。ほんで行かないにしよう。で、家にこもらして行かないにしよう。あの、山の旅半分行かして、で、作業しよう、裏で。こうやってやんの？戦争は。わかった、みんな。チャットしといて。22時、だから今から1時間後、今から1時間後にきっかり、中国人の拠点をレイドしに、E3拠点をレイドしに行きますって。で、山の民に行かせよう。俺も行く。おい、疑似レイドしに行くぞ。みんな行くよ。E3 行くよ、E3。何も持たなくていいよ。疑似パワーレイドしに行くよ。行って行って行って、E3 行くよ。ついてきて。行くよ。22時と関係ねえ、別に。約束が守らなきゃねえだろ、戦争なんだから、お前。あの律儀にお前約束守んなきゃいけないんだよ。いつでも行くんだよ。俺が好きな時に行って、俺が好きな時に帰るんだ。その程度でガチャガチャ行ってきたら、お前らはゲームをしてるのか、戦争してるのか。戦争ルールなんかねえだろ。いや、暗黙の了解じゃない。いや、俺は民間人だけ殺すよ、俺。あいつらにさ、レイド来たと思わして、弾無駄に使わして、しかもさ、俺が寝てる間もさ、30分に1回レイドしに来てくんない？しかもマジでお願いがある。みんなさ、今日さ、30分に1回さ、レイドしに来てくんない？で、あいつらを精神的に追い詰めるわ。あの、歓喜将軍がやったように。歓喜将軍がサイを攻めた時ように。こいつらやめるさ。そうだ、こいつら無能の集まりだったんだ。俺が寝たら寝る、無能の集団だったんだ。忘れてた。大丈夫。全部うまくいく。そこまで見ました。さあ、今から10分ぐらい波状攻撃仕掛けて、な。
で、俺たちのペースでやめて、で、また胃を集めに行くよ。横一列、あのさ、ロードオブザリング見たことある。ロードオブザリングでさ、なんだっけ、知って、そんなこと言ってる場合じゃねえ。いけ、あ、いけ、止めろ、肉でガラス、いけ、突っ込め、槍で突っ込め、ゾンビアタックする、じゃあ、俺を起こせ、おい、マジでロードオブザリングじゃねえか、あのさ、わかる、あそこのシーンめちゃくちゃ好きなんで俺よくやるだろう。あのシーン一番名シーンなんだよ。よし、その車線切って近づいてけ。おい、あいつレイド来たと思ってるぞ。俺が先頭に行くわ。みんな待って。次の車線まで行け。ここで、みんな困るから。次の車線行くぞ。俺にみんな殺された。あ、ここまで張ってこい。ここまで。で、起こして。この試合無駄じゃないぞ、みんな。この試合無駄じゃないよ。こんだけ弾使わしてんだよ。無駄じゃないからね。次の車線まで行くぞ。次の車線遠いぞ。行け！ガーッ！行け！終わらなんとかしろ！あ、そろそろ来てるぞみたいな感じで。で、その間に胃を溜めるっていう。どう、この作戦理にかなってない？さすがに、本陣守るでしょ。この間に胃を溜めんの。やべえ。こんなにいんのかよ。ディスダッ。よし、みんな胃を集めるよ。これを30分に1回、俺やってくからね。どんどんさ、移動してってな。相手ノイローゼになって本当にヒヒ言ってたわ。勝利は近いよ。いや、俺たちは時間をなくしてるけど、相手は時間と弾をなくしてるんだよ。差し引きどっちがプラス？相対的に見て俺たちプラスだろ。俺たちただ時間だけ失ってんだよ。相手弾も失ってんだよ。臆病者かと。じゃあ、臆病者っていう字はお前も覚えてんだろ。臆病者。読むよ。臆病者って単語を覚えて賢くなったな。好都合だ。お前が臆病者という単語をな、覚えたことは俺にとってプラスだ。どうしていつもあなたが死んでるの？てめえが勝手に翻訳しろ。とにかく、これしかも俺が、ね、相手の手を止めてるからね。これ喧嘩してるわけじゃないよ。相手チャットしてる間何できる？チャットしかできないの。ってことは手止めてんの。で、俺がチャットしてる間俺たちは胃を集まってんの。これ桜木の2点分の、4点分の働きね。考えてるから。せめて俺、勝利に直結することしかしてないからね。おい、ふざけんな、この野郎。引き。こもるな。454。出てこい。ほら、出てこいよ。怖えんだろ。ラストよりレスバしてる時間とか長い。今日の俺の、仕事はレスバすることない。じゃ、これなんか戦略なの？俺遊んでるわけじゃないの。ちょっとでも俺がこうやってやってるから、相手が攻めてこないんだよ。くそうめえ、こいつマジで。ふざけんな。
ちょっとさ、俺今回本気で倒したいから。おい454てめえ明日も来いよ絶対。おい明日も絶対来いよ。逃げんじゃねえぞお前。勝ち逃げなんて無理だから、不可能だからね。逃げたらお前負けだからな。なんで、でも効果てきめんだろ。俺たちがこうやってちょこ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 ちょっかい出すから、あの中国人たちは俺たちを攻めることができない。なぜならいつ本戦が来るか分からねえからな。腹立つだろ。太ったやつ。あれ、ジュンだよって言っといて。ジュンはお前らを出しに、金、お前らを出しに金を、ラストで金を稼いで、ここまで超えてるよって。彼はラストで大金を稼いでいます。実社会で。で、ここまで太りましたって。お、加藤イズファットって時ずっと。お、加藤イズ、ジュンイズファットって書いてるずっと。中国で電波ステータスでさ。で、余計と坂に来るだろうな。何？あいつファットなのかって。なんだお前のその痩せ細った体は。そう、あいつら今、中国人今大型連休中なんだって。なんかその、建国記念日みたいな感じで。だからこそチャンス。大型連休とかで遊んでんじゃん、いっぱい。でも体力ねえから、多分36時間くらいずっと攻撃し続ければ、あいつらも息耐えるから。現実世界のあいつらが息耐えるから。で、俺たち数だけやるから、10月6日まで休み。じゃあもう終わりじゃん。じゃあもうそれは無理だよ、そんな。長期戦争じゃん。え、10月6日って木曜日？え、俺木曜日まで攻め続けるよ、俺ちなみに。え、木曜日まで俺攻め続けるよ。逃げたらお前ら負けな。俺たち勝ちね、マジ。それは本当にそうだから。勝ち逃げって一番ダサいからね。おいおい、城から出てこれなくなっちゃったなぁ。なぁ。もしかしたら来るかもしんねえもんなぁ。あんだけ煽っててなぁ。殺されたらかっこ悪いもんなぁ。外交官の玉ちゃんまで。あ、454来た。454E3? レイドベリーイージー LOL。 これで何が今何を犯してるっていうと、世界の情勢に訴えかけてる。え、あの454とかやつ簡単にレイドされとるやんって、今世間の評価下げてるから。今そういうこともしていきます。臆病者加藤は高い壁に近づくことさえできない。バカが。いや、ま、いや、おい、ここでさ、相手に見えるところでいい、相手に見えるところでいい。落っことるしみたいな、相手に見えるところでいい。見えるところで横一列になって、行くぞ。見えるところでいい。で、あいつら、ポンプ式アクションでな、覗いてるから拍手しろ、拍手しろ。拍手してやれ。あ、そうそう、ずっと拍手しろ。いや、ほら、撃って。逃げるな絶対逃げるな、絶対逃げるなよ。行くぞ、突撃しろ、このまま突撃しろ。俺の屍まで越えてけよ。これをずっと続けるわ、今から。いけ突撃ロケットランチャー一発でも使わせろ。これ俺の命は大体ロケットランチャー一発分だから、これでかい。これもうプラス。プラスなんですよ、皆さん。これマイナスだと思うでしょ。これぐらいか。よし、みんな行くぞ。行くぞ。そんな簡単に殺されてくの、俺ら。開かないね。俺は待つよ。ここにいて。454来てる。よし。裸で紛れてんだ。オッケー。いいよ、別に。俺たち死んでも何も失うもんねえからいいよ。また集まってきた、ここに。あいつか。上半身の服着てるやつだ。上半身青い服着てるやつだ。多分。あいつだ。上半身青い服着てるやつ。
ジョアジャオ来てるやつ殺せ。絶対だ。ジョアジャオ、そうそう、そいつ、そいつ殺せ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 。貴様、いるよ、まだいるよ、まだいるよ。ジョアジャオ来てくれ。いや、いる、みんなで行け。みんな、俺は捉えてる、俺は捉えてる。俺は捉えてる、絶対。いや、目の前、目の前。そうそう、服着てるやつ、服着てるやつ、これで。ナイス、安下げしろ、オッケー、安下げしろ、オッケー。雑魚がナイス。みんなちゃ、中国人がめちゃくちゃチャットしてるってことは、おい、ちょっと怒ってんぞ、いいぞ、いいぞ。おい、行くぞ。おい、集まってくんぞ。おい、行くぞ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 、もう一回行くよ。重っ。めちゃくちゃ重い。め、もうこれ、原始的なDDoSだよ、見てくれ、これ。俺たちそんなつもりないのに。これが日本の怒りだ、死ね。これが日本の怒りだ。あいつら気が立ってるぞ、少しけ。おい、気が立ってるから撃たるらしいけどよ。あれだよ、仲間の体で射線切ってけ。誰かしら近くにいるから仲間の体で射線切ってけよ。相手の人数知るわ。1234、おいおい、相手4人だぞ、相手4。いけ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 、バカ、ヒヨルだ、いけいけ、ヒヨルだ、ヒヨルだ、いけいけいけ。6人なんだ。そう、スナイパーで無事。みんな俺がここで見てるから絶え間なくいけ、絶え間なくいけ、絶え間なく。左クリックで倍率変わる？おお、はじめまして、お前たちか。君たちが僕に明日殺される方たちですか。覚えておくぞ、顔を。じっくり見とくわ。起こした、起こした。Hey, 454, hey, 454, I must fuck you! Hey, 454, I must fuck you! ん？しかもあれもじゃねえ？あれもさ、これ。ちょっと待って、ここにもあるじゃねえか。Hey, I must fuck you! Hey, I must fuck you!あれしよう、パスコード、これパスコードみんなで開けよう。総当たりで抜こう。 I must fuck you。 土台壊せ、土台壊せ、土台、土台、土台、あのさ、飛び出せる、土台壊せ、土台壊せ、土台。じゃあ一人はお前のパスワード抜いて、一人パスワード抜き自体、抜き舞台作って、で、土台壊す。起こした。左右に別のチームの役が、マジか。援軍かよ。やばすぎる。おい、ただのさ、でかいチームで援軍来たんだけど。おかしいのか、名前ちげえもんだって。ああ、オフも参戦してきたら、やべえや、一旦逃げ目。これも本当にあれだね、全面戦争だな、このサーバーと。あれしようかな、じゃあ。なんだっけ、うまいやつらをさ、直接さ、君僕のところに来ないか。おう、関裕太とかさ、暇してんだろ、あいつ。お前そんなことしてる場合じゃねえぞ、日本が危ねえんだぞ。
お前家族が 大事かもしんないけど、その家族が住む日本が怪しいんだぞ。Jun, can you say the バカ変態。Jun, can you say the バカ変態。うるさい。もう知らない。これさっきから俺のこと殺してる中国人なら許さねえ。これ小学生みたいな煽り合い大好きだからよ、血がたぎってくる。やべ、よもよがいる、よもよがいる、よもよがいる。見て、相手に小突かれただけでさ、こんなこの人数が焼かれるんだけど。おいおい、取っちゃったー。おい、ちょっと待って。の誕生日パスもうバレたじゃねえか。おい、ふざけんな。おい、帰ろ早く。おい、帰ろ早く。もうみんな入られるぞこれ。全員入られるぞこれ。セキュリティがなってね。うわ、最初ここだけ違う。ここだけちげえ。山の旅だけで1119252545454508の誰かで大体開きます。結果すぎます。まあ行く行くニコニコシコシコ0817だよな。なんならこの0817っていうのがな、この3つに追随すること自体が異常事態。